浅香武和は、日本、東京都出身の言語学者。津田塾大学学芸学部講師。精神女子大学文学部講師。サンティアゴデ・コンポステイラ大学ガリシア語研究所、客員研究員。独立行政法人日本学術振興会、研究員。スペイン文部科学スポーツ省ヒスパネックス研究員。ガリシア学士院巡回員。ロサリーアデ・カストロ。 ラモン・カバニージャス、ウシオ・のボネーラなどのガリシア人著作家の作品を日本語に翻訳している。ガリシア語の文法書を初めて日本語で刊行した人物である。先行は1990年ガリシア州知事マヌエル・フラガから日本におけるガリシア文化の親善大使と称賛された。ガリシアの歌1952年12月東京都に生まれる。 1975年10月スペイン・マドリードのコレヒヒオ・マジョール・サンティアゴ・アポストルに留学。1977年東京外国語、大学研修生。1985年関西外国語、大学大学院博士後期課程を修了した。1989年初めてガリシア州を訪れ、第19回文献学。 ロマンス語国際会議に参加すると、ガリシア語やガリシア文化に触れて、ガリシア地方に魅了された。1990年から1994年、サンティアゴでコンポステーラ大学ガリシア語研究所、ガリシアの言語学コースに参加して、家庭終了。2002年 DTP 出版から、ガリシアの歌コントレスゴジャゴスの日本語訳書籍を、刊行した。 2014年には DTP 出版からロサリアでカストロチョ我が故郷の昔話コントスダミナテラの日本語訳を公表したロサリアでカストロチョシンバ州フォラズノバス2018年の翻訳を刊行し2018年12月ガリシア州立ラモーンピニエイロ人文科学研究センターにおいてプレゼンテーションを行うラボスデガリツヤ エルコーがいい子新聞に掲載される。2012年にはセルバンテス文化センター東京でガリシアの詩と音楽と題したイベントの開催に携わった。2017年6月にはリアルアカデミアゴリーガの巡回員となった。サンティアゴ騎士賞受賞。ありがとうございます。